こんにちは、りょうです。それでは今日も元気よくお金の勉強をしていきましょう。今日のテーマはこれですね。寝下がりしないマイホーム、タワーマンションのメリット、デメリット7000。こういうテーマで話をしていきたいと思います。今日の話題ですね。タワーマンション、以下タワーマンのメリット、デメリットについて解説します。タワーマンっていうのはざっくり20階以上ある超高層マンションですね。こんな感じ。皆さんのイメージ通りじゃないでしょうか。で、この話をすると、学長、タワーマンって5000万円とか7000万円とか当たり前で、ものによっては普通に億超えでしょ そんな金持ちしか買えないようなマイホームの話、僕には関係ないよ。こう考える人も、ぜひ最後まで聞いていてください。理由は皆さんの資産形成にもろ関係があるからです。多くの人は、家は資産だと勘違いしています。正しくは、資産になっている家もあるし、負債になっている家もある。こういうことですね。ただ、多くの家は負債になってしまっていると。大切なことは、一般に家は資産か、それとも負債かってことではなくって、自分が資産になる家を買えるかどうか、これが大切なんですね。 タワーマンの話は自分には無関係の話に思えるかもしれませんが、資産になる家とは一体何かってことを考える点で学びがあるはずです。ということで今日の動画ではタワーマンのデメリット7選タワーマンのメリット7選2022年最新版資産になる家を手に入れるために知っておくべきこと、この3点について解説します。2人に1人は知らないようなお得な豆知識も織り交ぜて解説するので、ぜひ最後まで楽しんでみていてください。それでは解説いきましょう。タワーマンのデメリット7選からですね。 デメリット一つ目、ランニングコストが高め。マンションには保有している限り、毎月かかるお金があります。代表的なのが、管理費と修繕積立金です。タワーマンの平均管理費は、月15,726円で、マンション全体の平均管理費の約1.4倍。平均修繕積立金は、月12,305円で、マンション全体の平均修繕積立金の約1.1倍。 1.1倍だと普通のマンションと比べても誤差じゃんって思うかもしれませんが、タワーマンは2000年以降に建設されたものが多くて、これから大規模修繕を迎えます。積み立て不足による一時金徴収や今後の積み立て金増額などいろいろ起きそうです。とにもかくにもタワーマンの特殊構造や豪華設備ゆえにお金がかさみがちってわけですね。具体例を見てみましょう。2003年地区で現在は資産価値が約1.5倍に成長した品川 V タワー43階建てです。23階80平米の 3LDK のお部屋を見てみると、 管理費は月26,200円。修繕積立金は月21,360円。ついでに駐車場代が月3万円から4万5,000円。立地がいいので高いんですね。っていう感じで、ランニングコストだけで月7万円から9万円かかります。さらに固定資産税も年間10万円から数十万円かかります。この金額なら普通に家借りられるじゃんっていう突っ込みが入るのも当然ですね。ちなみにこの物件、お値段は約1.5億円です。ターマンのデメリット2つ目。エレベーターでの移動に時間がかかる。 30階から1階に降りようとしたら、ノンストップでもそれなりの時間がかかります。それなのに、通学時間帯や通勤時間帯、こういったラッシュの時間帯ではさらに時間がかかります。各階でいちいちストップするからですね。まさに各駅停車です。さらにエレベーターを読んでもなかなか来ないってことも多くて、待機時間もバカになりません。駅徒歩3分のターマンなのに、ターマンの最上階から1階に降りるのに3分以上かかるっていうまか不思議な現象も起きがちです。さらに盲点なのが、宅配業者の移動時間です。 時間がかかるのは自分の移動だけじゃありません。ピンポーンってチャイムが鳴って、チワーミカヤですーって言われてから、彼らが自分の部屋に上がってくるまで約数分間、チャイム鳴ったのになかなかこうへんなーっていうのは、上層階に住む人あるあるですね。タワマンのデメリット三つ目、引っ越しに手間がかかる。引っ越し代が高い。手間がかかるのは建物を傷つけないようにするための養生などのせいです。エントランスから部屋までの距離が非常に長いですからね。 大型のベッドや家具など、釣り上げでベランダから搬入することもできないので、物によっては解体が必要なものもあります。タワマンならではの面倒くささのせいか、引っ越し料金の相場は若干高め、通常の部屋に引っ越しする場合と比べて最低でも2倍ぐらいは見ておくべきですね。とはいえ、せいぜい10万円の引っ越し代が20万円になるぐらいなので、引っ越しの手間がかかるし、料金も高いからタワマンはやめよう、なんて考える人はいないと思いますけどね。タワマンのデメリット4つ目、ベランダが使えない。 タワーマンは上層階になればなるほど風が強くなります。そのため、契約上そもそも洗濯物を干すのが禁止されていたり、景観を損なうためですね。そしてもし干せるとしても、強風で飛ばされる可能性を考えると、干したくても干せない状態であったり、ましてや開花の人に直撃したら、万が一が起こり得る重量物は絶対に置けません。洗濯物の乾燥は乾燥機や浴室乾燥機でやりましょう。で、これを聞くと、えぇ、ー、ベランダに洗濯物とかお布団干せないの ベランダで家庭菜園したいのに、プチトマトも育てられないのって意見に対しては、タワマンを好む人からすれば、ベランダなんて飾りです。一般人にはそれがわからんのです。って言ったところでしょうか。そもそもベランダがないタワマンも多いですけどね。タワマンのデメリット5つ目、風や地震で揺れる。 タワマンは重構造といって、自らが揺れることでエネルギーを逃がす仕組みになってるんですね。このせいで強風や地震があると微妙にグラグラと揺れ続けます。特に上層階ほどその傾向が顕著です。僕は友人宅にいる時に軽い地震があったんですけど、独特の揺れ方で若干寄ってしまいました。お風呂にお湯を張ると地震でもないのに、水面にさざ波が生じているのを確認できるっていうケースもあるんだとか、強風にあおられて常に揺れ続けている状態になってるんですね。現状医学的根拠は確認できていないものの、健康被害を懸念する声もあるようです。 パワーマンのデメリット6つ目、騒音。意外かもしれませんが、外部の音は高層階に行くほどうるさく感じがちです。高層階に行くほど周りの音を遮るものがないために、遠くからの騒音が混じり合って大きく聞こえるってことのようですね。大通りを走る車の音、線路を走る電車の音、遠くを走る救急車やパトカーのサイレン、そして毎度おなじみ、強風の音。もちろん、周りの建物の状況や回数にもよるんですが、天井の世界に行くから地上の騒音とはおさらばできる。 地上の皆さん、さよならっていう考えは甘いってことですね。ちなみに、恐怖に関するおまけの話題ですが、湾岸沿いの物件は塩害リスクがあります。塩分で建物が腐食して雨漏りなどの被害を引き起こします。騒音に限らず、タワーマンと風のトラブルは切っても切れないってことですね。また、騒音とはちょっと違うかもしれませんが、僕の友人が住んでるタワーマンは、芸能人やスポーツ選手が多く住んでいて、何か事件があるとマスコミがマンション入り口付近にいることも多くて、気になって女の子、愛する人を連れ込めないよって言ってました。 何かバレるとまずいんでしょうかね。ターマンのデメリット7つ目。人間関係。住人の入れ替わり。ヒエラルキーですね。僕の周りではあんまり聞かないですが、よくある話題なので触れておきます。上層階の人の方が下層階の人より偉い。そういうターマンヒエラルキーのお話です。割とネタにされがちなこの話題ですが、ターマンはそもそも近隣住民とのお付き合いに熱心な人が少ない。プライバシー、セキュリティ重視ですね。そして投資用に買っている人もいて、所有者がよく変わる。賃貸にもよく変わります。 ということで、ヒエラルキーはあんまり気にする必要もないのかなと思いますね。むしろ人間関係が希薄になりがちなことをデメリットに挙げた方がいいかなと。ご近所さんと密な付き合いをしていきたい。こういう人は小建てや小規模コミュニティのマンションの方がおすすめです。さて、お次はタワーマンのメリット7000行きましょう。メリット1つ目、眺望がいい。タワーマン高層階の特権といえばやっぱり眺望です。26階とか45階とか展望台があってもおかしくない高さですからね。毎日毎晩、めちゃくちゃいい景色を眺めることができます。 僕の友人は毎年の花火大会を、ここなら毎年並ばず、特等席で見ることができるって言ってましたね。家族と友人で集まって見る花火大会は格別だそうです。たとえ皆さん自身は眺望に関心がなくても、世の中には一定数以上の眺望が好きな人がいるわけです。その一方で、眺望のいい住まいはそれほど多くありません。供給よりも需要の方が多い状態が続いているわけですね。要するに、眺望の価値の根源は希少性ということです。歴史的に見てステータスを求める人は高いところが大好きです。 タワマンのメリット二つ目、日当たりがいい。とにかく高さが高いので、一般に最高が悪いとされる北向きなどの部屋でも十分に光が入ってきます。むしろタワマンを買う時に注意すべきは、日当たりが悪いのではではなく、日当たりが良すぎるのではだっていう話もあるほどです。実際日当たりが良すぎると結構暑いし眩しいです。自分より高い建物が周りに立つリスクも低いので、日当たりを重視する人にとっては最高の環境かもしれません。タワマンのメリット三つ目、利便性が高い。 タワーマンの多くは高リッチで、建物内の設備も充実しているなど、かなり便利に作られています。一例ですが、駅地下徒歩1分から3分、駅に直結しているケースもあります。高層階にはプールやジム、1階は店舗でコンビニ、スーパー、カフェからクリニックまであり、その他にもゴミ出しは24時間 OK、食洗機や浄水機、ディスポーザーなどはビルトインで設置済み、キッズルームやゲストルームが完備されていて、さらにはバーラウンジやシアタールームなどなど、利便性っていう点ではタワーマンに勝る一般住宅は今後も登場しなさそうです。 タワーマンのメリット4つ目。セキュリティが高い。オートロック、モニター付きインターホン、防犯カメラ。このあたりは当然として、エレベーターを動かすにはセキュリティカード必須。部屋の鍵はピッキング対策に有効と言われるディンプルキー2箇所。24時間友人管理。コンシェルジュやセキュリティセンターですね。そして出入り口も複数っていった感じでかなり充実しています。VIP がタワーマンを好む理由はこのあたりになりますね。また芸能人が同じマンションに住んでこっそり付き合うのにも最適なんて話もありますね。タワマンのメリット5つ目。 耐震性、防音性に優れる。ターマンっていうと一般的な高さは約60メートル以上。地震大国日本にそれだけの建物を建てるわけですから、大抵はそれなり以上にしっかりした作りになっています。要するに、地震が来ても倒壊の危険性は低い。お隣さんとの騒音トラブルも少ないってことです。もちろん埋め立て地の物件で地震による液状化現象のリスクがあるとか、実はそれほどグレードの高くない物件でやたらと隣人の生活音が響くっていった落とし穴もないわけではありません。 物件ごとに要チェックだけど、ターマン全体の傾向としては、耐震性や防音性に期待できるよっていう感じですね。ターマンのメリット6つ目、ステータス。ターマンを語る上で外せないのがやっぱり嬉しいステータス感。近年ターマンの物件数は順調に増加していますが、住まい全体の数から考えれば、もちろんまだまだ少数派です。ターマンに住んでるのすごいとか、いつかはターマンに住んでみたいなっていった意見はそう簡単にはなくならないでしょう。僕自身住まいについて聞かれる時の質問トップは、どこら辺にお住まいですか タワマンですかこれですね。ちなみに完全な僕の独断と偏見によると、キラキラ女子に住まいがタワマンかどうか聞かれる確率は、大阪だと90%、東京だと50%以下まで落ちます。なんで東京の方が聞かれる確率が少ないかっていうと、東京のお金持ちを見まくってるキラキラ女子は、真のお金持ちは低層に住んでいると知っているからだと、勝手にそう思っています。いずれにせよタワマンも都心の低層住宅もまだまだ少数派です。ターマンなんて普通じゃんっていう世界が来るのは、ドラえもんが生まれるぐらいのタイミングかもしれません。 タワマンのメリット7つ目。資産価値が落ちにくい。というか上がる。これがタワマンの最強のメリットです。本日のメインディッシュ部分ですね。タワマンの資産価値が落ちにくいどころか上がっているっていうデータは簡単に見つけることができます。そもそもここ数年、首都圏のマンション価格は上昇し続けています。こちらをご覧ください。2012年から2021年の間に、新築マンションの価格は約1.3倍に、中古マンションの価格は約1.5倍にっていった感じですね。そういった流れの中で、特に目立っているのがタワマンです。 例えば、こんな調査結果がありました。これは、ターマンの多い東京都港区、中央区、品川区の3区で、ターマンの価格推移、一般マンションの価格推移、この2つを比べたものになります。東京都港区では2005年から2017年にかけて、ターマンの価格は約1.52倍に上昇。一般マンションの価格は約0.96倍に下落っていう感じで、明暗が分かれています。中央区ではそれほど差がつきませんでしたが、品川区ではターマンの価格は約1.36倍に上昇。 一般マンションは約1.09倍に上昇っていう感じで大差がついています。週刊ダイヤモンドの2021年8月21日号の特集で、10年、15年と進んで古くなっているのに、買った時より値上がりしているっていう物件がゴロゴロしています。仮に、ランニングコストや金利の支払いで年間100万円かかるとしても、10年から15年のキャッシュアウトが1000万円から1500万円、10年から15年での値上がり益が3000万円、みたいな感じなら、ただで住めたどころか多額のボーナスももらえた、みたいな感じですよね。 ボーナスというか定年まで勤めた場合の退職金レベルです。もちろんタワマンにも勝ち組と負け組があったりするので、タワマンなら全部大丈夫ってことではありません。とはいえ傾向としてタワマンの資産価値は高いっていうのは知っておいてもいいと思います。共働き夫婦、パワーカップルが1億円近いペアローンを組むと、あいつらなんかあったら終わりやろうって言われていました。でも蓋を開けてみたらこういう人が爆益を出していて、堅実に2000万から3000万円のローンを組んでいた人の純資産が値下がりでマイナスに。 こういうことが起きているのが今の日本です。値下がりする3000万円の家よりも、値上がりする1億円の家の方が安い。これも一つの現実ですね。僕は基本的にマイホームは負債になる可能性の方が高いと思っています。でもタワマンの値上がりに関しては、参りました以外のコメントはありません。現段階では資産価値の高さは認めざるを得ないですね。次、2022年最新版。資産になる家を手に入れるために知っておくべきこと。これ行きましょう。さて、なぜタワマンの資産価値は高いのか それはこの一点につきます。需要が多いから。これですね。要するに人気があるからです。って言うと、学長、そんな当たり前やんって思う人も多いと思いますが、意外に理解してる人が少ないんです。資産価値の高い物件を手に入れるには、強調してもしたりないところなので、ぜひしっかり認識しておいてください。不動産っていうのは、需要の多さが命です。語弊を恐れずに言えば大切なのは、皆さん自身がその物件を魅力的だと思うかどうかではなくって、 他の人がその物件を魅力的だと思うかどうかです。もう少し丁寧に言えば、需要が供給より多い状態になっているかですね。僕自身、父のお金の教えに、世の中の物の,の価格は需要と供給でほとんど説明がつく。これは小さい時から繰り返し何度も言われた言葉の一つです。よくテレビや雑誌の特集で、人気の街ランキングってやってますよね。ああいうランキングを見た時に、えーなんであそこなのこっちの方がいいじゃーんとか、イメージがいいだけで実際は不便なのになーとか、 みんなブランド好きのミーハーだなーとか、ネガティブな感想を抱く人は少なくないんじゃないでしょうか。でもここで止まってしまうと資産が増える買い物はできないんです。いつどんな時代でもブームってありますよね。ここ数年だとポケモン GO や鬼滅の刃、タピオカなどですね。こういうブームを見た時に自分は興味がない、関係がないって情報をシャットダウンしてしまうか、なんで人気があるんだろうっていろいろ情報を調べてみるか、不動産で価値ある買い物ができる人は後者のタイプです。 激安中華そばなどで有名な日高屋は、マクドナルドなど外食業界の超大手の近くに出店する戦略で知られています。マクドナルド様が出店してるなら、立地調査は完璧でしょうってことで、自分の感覚よりもマクドナルドを信用しているってわけですね。立地調査費用、マーケティング費用も節約できますしね。その他にもとある飲食店チェーンは、セブンイレブンが出店してる交差点付近にしか店を出さない、なんて戦略を取ってるそうです。理由は同じくマーケティング費用の節約ですね。 タワマンが立つような土地は、超大手の企業がお金をかけて調査して、ここなら売れる、いい場所だって確信しているような土地です。私たち個人がここは将来性があるって勝手に予想、妄想した土地と、大企業が莫大な費用をかけて将来性があるって判断した土地、どちらが有望な可能性が高いですかってことですね。もちろん大手でも見誤ることもありますけどね。そもそもマイホームには2つの側面があります。1つ目、自分や家族の幸せな生活を実現する居住空間。2つ目、不動産投資。 ここで一番の自分や家族の幸せな生活を実現する居住空間、この側面を重視する人はブームに乗る必要はありません。資産価格がどうとかお金に束縛された考えは捨てて、ただ自分の理想を実現することに注力すればいいだけだからです。お金のチャンネルなので資産価値に焦点を当てていますが、この考えも全然ありですね。例えば僕の知人は田舎に土地を買って広い庭、建物は大型犬が買いやすいなるべくフラットな作り、他にも趣味の焼肉部屋やカラオケ部屋まで作りました。 で売る時の値段はほとんどつかないだろうけど、自分の理想だったから幸せだよってこう言ってましたね。少し極端な例かもしれませんが、とにかく心の豊かさを重視するなら、それは趣味の世界。お金の損得ばっかり考える趣味の時間なんて嫌ですよね。一方で、2番の不動産投資、資産価値の側面を重視する人は、需給バランスやトレンドを意識すべきです。 タワーマンの資産価値が落ちにくいのは人気がある街の駅地下の高立地でハイグレード、ラグジュアリーな建物を独り占めできるからです。人気がない街であんなに大きな建物を建てるリスクを取る業者はいません。ステータス、眺望っていう希少価値もちょっとやそっとのことでは揺らぎません。それに加えて日本でもアメリカと同様貧富の二極化が進んでいます。タワーマンみたいな高いもの買えないよって思う人がたくさんいる一方で新築マンションの抽選倍率が何倍にもなるほどお金持ちもたくさんいます。タワーマンには希少性があるのに。 タワマンを買えるようなお金持ちは増えている。これが見逃せないトレンドの一つなんですね。お金に余裕がある人は相続税対策などでもタワマンを求めるので、その需要はますます多いものになります。多少高値掴みしても、節税額を考えると余裕でペイするってことですね。もし皆さんが資産性の高い家を求めるのなら、ぜひ需給バランスやトレンドを意識してください。自分がなぜその家を欲しがるのかよりも、自分じゃない誰かがなぜその家を欲しがるのか、ここを突き詰めて考えることが大切です。 ターマンの供給が増えすぎているとか、いろいろなリスクが顕在化してきたとか、若干風向きの変化も感じられます。これまでの10年が今後10年も続くとは限らないですからね。トレンドは変化するものなので、その変化を敏感に感じ取りましょう。最後に、大事な大事な補足です。不動産の価格というのは、銀行の融資の姿勢、日経平均株価、この2つと相関性が非常に高いです。値動きが似たような感じになる傾向が強いということですね。 まず一つ目、銀行の融資の姿勢との連動についてですが、銀行がジャブジャブお金を貸してくれるときは、不動産価格はどんどん伸びます。1980年代にバブルが起きた背景は銀行の過剰融資ですし、バブルが崩壊した背景は銀行の融資引き締めです。不動産のような大きなものはキャッシュ一括ではなかなか買えません。だから銀行が融資してくれるかしてくれないか、この影響が非常に大きいんですね。2008年リーマンショックからの数年間、不動産価格がめちゃくちゃ下がりました。 実利回り10%超えの物件が普通にネットで探してもゴロゴロ転がってました。都心部とかでも普通にありましたからね。そして今だと3000万円するような家が1000万円以下で買えたなんて例も珍しくありません。そんなに安いのに不動産が売れなかった理由は銀行が融資をしなかったからですね。だから銀行の融資姿勢っていうのはそれだけ価格に影響を与えるんですよ。みんな安いと分かってても買えなかった。だからリーマンショック時はキャッシュを持ってる人が大勝利でした。一部の属性がいい人はこの時にも融資を受けてさらに資産を増やしました。 現在は超低金利の時代ですが、世界的なインフレによる諸外国の利上げの影響もあり、経済が不安定な状況になってきています。つまり、日本もいずれ金利を上げざるを得ない雰囲気になりつつあります。これまでのように、低金利の融資が受けられなくなる可能性があるってことですね。不動産価格への影響も少なくないよっていうお話ですね。次に、日経平均株価との連動についてですが、株高の時は不動産も高くなるし、株安の時は不動産も安くなります。こちらの資料をご覧ください。 ご覧の通り、マンション価格指数と日経平均株価は分かりやすく連動してますよね。背景にあるのは、例えば資産の組み換えです。株高の時は、高くなった株を売っ払って不動産に変える。こうやって紙の資産を実物資産に変えるって動きがよく見られるんですね。株式投資で儲けた個人がマイホーム購入に強気になるってこともありますね。株価が高い時は不動産価格も高いです。今の日本株市場は適正から少し割高ぐらいで、不動産市場も似た感じです。 今後日経平均株価が上昇していくことになれば、うーん、マイホーム欲しいけど高くて買えないなーっていう人は、株価が高くなっていくと、ますます買いづらくなるかもしれません。で、これを聞くと、学長じゃあ結局、いつ何を買えばいいんだっていう人のために、参考にしてもらえそうな簡単なイメージ図がこちらです。横が需要、縦が景気を表しています。需要は多い地域がおすすめです。要は人気のあるブランドエリアですね。成長株への順張り投資のイメージです。 いうとね学長誰も彼もが知ってるような人気の街に住めるわけじゃないし、住みたいわけでもないよっていう意見は当然です。そういう場合は、皆さんが住みたい街のスイートスポットを探してください。マクロな視点じゃなくて、ミクロな視点で需要の多い場所を探すイメージです。どんなエリアにもその界隈での一等地はありますからね。資産価値を気にする人は、欲しい家ではなく、欲しがられる家を狙いましょう。そして基本的には、景気が悪い時期に買うのがおすすめです。融資が下りにくい。株価が下がっている。 こんな感じで、買える人が少なくなって、不動産価格が下落するからです。景気が回復すれば、低リスクで美味しい思いができます。お金持ちはじっくりと暇な時期を耐えて、ここぞというチャンスで家を買う。アメリカでもヨーロッパでも日本でも、古今東西当てはまることですね。二重丸の部分で買うのは難しいですが、丸ならまだましかなっていう感じです。今は需要の少ない不人気エリアを買うと罰に当たります。高値掴みの可能性があり、資産価値の保全という点ではリスクが高いかなと。あくまで個人的な意見ですが、ご参考までに。 まとめいきましょう。タワーマンの特徴を知り、資産価値の高い家について学ぼう。今日の動画ではこの3点について解説しました。タワーマンのデメリット7000。タワーマンのメリット7000。2022年最新版。資産になる家を手に入れるために知っておくべきこと。この3つですね。タワーマンのデメリット7000はこの通りです。ランニングコストが高い。エレベーターでの移動に時間がかかる。引っ越しに手間がかかる。引っ越し代が高い。ベランダが使えない。風や地震で揺れる。騒音。人間関係。住人の入れ替わり。ヒエラルキー。 一方で、タワーマンのメリット7点はこの通りです。眺望がいい、日当たりがいい、利便性が高い、セキュリティが高い、耐震性、防音性に優れる、ステータス、資産価値が落ちにくいっていうか上がる、この7つですね。資産になる家を買うために知っておくべきことは、1つ目、需要の多さが命、人気のあるものに順張り投資すること、ミーハーになって人気の理由を探す人の方がチャンスをつかみやすいです。2つ目、銀行の融資状況や株価に着目、今を知り、先を読むことです。 現在の状況としては絶好の会話ではありませんが、待っていれば絶好の会話がやってくるっていう感じでもありません。需要の多いエリア、物件に関しては欲しいなら買わざるを得ないっていう感じですね。スケベ心を出して安値で買おうとすると、いつまで待てばいいか予想もつきません。そんな状況ですね。以上、参考になれば嬉しいです。今日が人生で一番若い日です。今日の動画はタワマンに住んで欲しくて紹介したっていうつもりは全然なくて、ターマン人気の実態、背景を通じて資産価値の高い家について考えるきっかけにしてほしいっていう感じです。 人生三大支出のうちの一つである住居費をうまくコントロールできると、蓄財ゲームはぐっと有利になります。今日の動画が皆さんが小金持ちになるためのヒントになれば嬉しいです。ということで、これからもしっかり学んで行動して自由の道を歩んでいきましょう終わりたいと思います今日もありがとうございました本当の資産について考えようそれでは今日もいい一日を